何します？なんかさ、こういつもこう撮影するまで全然決まらへんっていうのほとんどじゃない？お子さん聞いや、なんかちゃんと前日に考えてからドラムが、まあ、結局なんか話したりとかしてなんとなく取れてしまうっていうのが問題点なのかな。あ、でも今月はまあまあちゃんと決めてるんで。決めてる、はい。今日はちょっと急遽、まあ、あゆちゃんもおらへんし、ああどうしよう。なんか外国人でも最近思うね、外国人のちょっと好感度もっと上げてる。もう下ネタだから無理。もっとなんかな、素敵なことやりたいの。なんかもっと、川柳を読むとかさ。川柳はちょっと難しいけど、わかる？なんか。わかる。なんかありますか？川柳。川柳？でも俺、七夕の日にすごい寂しくて、川柳書いて、一瞬だけツイッターに書いて、はい、うわ、恥ずかしいと思って消したの。何書いたんですか？何やったかな。もう音がめっちゃ音が気になる。あ、これ食うよりも食われる方が好きなのよ、でもできるならあの人がいい。一番気になるその表情だね。わかる？これ。いや、わかります。めっちゃ乙女になって、食うよりは食われたいなと思って。でも、できればやっぱり、あの人に食われたい。もうわがままやねん、これ。余計不満だけど、あの人の方がいいみたいな。だから自分からは行きたくない。あいつが俺のこと食ってほしいねんっていう。単純にあいつは私のこと食ってくれへんかなっていう。余計不満。でも女子ってみんなそうじゃない？まあ、待ちですね。うん。ちょっとの待って。でもなんかあるある川柳とかがいいかな。でもいいと思います。今日川柳それなんか何個か出てくるな。それでやってみますか。ホラー映画とかもさ、どんどんピザドア、どんどんピザドア。なのになぜ焼き。どうしてもに泣けないよ。あ、五七五で合ってるらしいです。合ってねや。で、季語が不要。季節のあの季語が不要で。川柳は口語、俳句は文語？文語？あ、違う。あ、よかる。勢いついた時になる。これ口言っていいですか？よかならも女大体やだやめなよ。アメリカの映画のロシア人すごくマッチョなの、私こんな感じ。もう全然こういうことしてるから。ピロシキの具は何でもいい、おいしけりゃ全部じゃあ。日本に住む外国人、ATM で引っかかったら、あ、外国人だと思われるから、絶対に引っかからないように、めっちゃ ATM の操作うまい。何で引っかかるんですか？なんかさ、ATM をな、こうやってるときに、はい、初めからやり直してくださいとかになったら、すっごいなんか、後ろの人とかが、あ、外国人やから難しいよね、みたいな目で見てくるんだよ。もうそうじゃないのに、そういう風に見られるの嫌やから、でも絶対失敗せんのにめっちゃ練習して、で、お隣のババアよりも絶対早いよね。傘さしてる時こうやって開ける。すごない？ほんま便利ですね。あとそう、なんか、メール LINE、ほら、文章書けます？文章うん、ねえ、うんこって書けた、書けた。みんな、鼻便利やから。パン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 、迷い人の
お知らせを清瀬市役所からお知らせいたします。85歳、男性、白髪、迷い人となっております。身長は178。見かけた方は最寄りの交番までお知らせください。迷い人のお知らせ。めっちゃ多いねこれ。毎日迷い人おんねん。下手なに、あ、まだ迷い人やろ。高価格スモック警報が発令されました。この時代ね。川柳。川柳、川柳です。これ使える。30代男性、居酒屋で飲んでると急に操作をして、ああ家が暑いから部屋のエアコンつけといたと言って、外から家電を操作できるアピールしてくる。それが少しちょっとした生きがい、ひょっとしていい家に住んでるんじゃないかと思わせるポイント。そして部屋の鍵も Bluetooth で開ける。近づいたら自動で開くんだと言って開ける。だいたい部屋に入ったら物少ない。好感度を上げるため会計の目の前でするときに犬を連れてやる。しかもその犬はなんか盲導犬の犬種だからより好感度高い。滝してる。これはダメです。人生で一回だけ電球を変えれないふりをして隣のお兄ちゃんに変えてもらったことがある。人の家で虫が出たときは必ずと言っていいほど、めっちゃ怖いね、やだって言うけど、家では意外と無言でバーって殺してしまう自分がいる。よってやっぱり私って男なんだと気づかされてちょっと辛い。筋トレをサポートしてもらう人がベンチプレス、筋トレでやるときにサポートしてもらう人の股がここをこう上げてんけど、この股がここに来ることによってハミジンが見るという期待をして集中できない。ダメ。美容室で髪洗うときにこうやってこう全身を預ける感じ、ちょっとしたセックスだと思ってる。できればマッチョにやってほしい。やたらとセックスする人ほどベッドない。それはない。どうやねん、あんま知らんけど。意外にも脱いだ時にギャランドゥがある男、なんだかちょっと興奮する。こんななら一度はお風呂でボディーソープをシュッとしていっぱい歌ってやっちゃう。私はやる。なんとなく大きなうんちが出たときはどうしても見てしまい、大蛇様とお祈りする。見てしまうまでわかります。うわ、あとめっちゃでかいうんこが出そうになったときにこうやってしまう。でも品かなって一回もできたことないんだけど、アイスクリームみたいな感じ、みたいなあれをまさに作ってみたいっていう。そう、相当長くないと作れない。まあ、あと男性あるあるだけど、
勃起してどうしてもおしっこしたいけどどうしようとなった時にこうやってごめんなさい。